はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめうさぎです。はじめましての方ははじめまして、そしてパート1から引き続き見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。今回も楽しく新しい生活ペルソナ3フェスを始めていきたいと思います。いやね、やっぱりこうやって初めてのね、高校登校日っていうのはやっぱ緊張するもんですよね。私もね、先日大学入学しまして、今もね、こういう状況でいろいろね、大変な、新しい環境に慣れず大変な日常をしております。というわけで今回はね、学校生活の方をやっていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまずはね、この掲示板、こちらをチェックしていきたいと思います。はい、男子生徒でした、間違えました。学校なんて上辺で付き合うだけなんだからさ、とか言っちゃってるけど、そんなんもう学校はそんなとこじゃなくて、勉強をしたり、友達と新しいねコミュニティを作ってペルソナを強くしたりする場所なんですから。クラス分けが張り出されている。自分の名前が見つからない。もう一度よく探す。諦める。探しましょう、ちゃんとね。脇に小さく追加で張り出されていた。2年 F 組来ましたね。これが先日じゃないな、前回か、前回言いました、幸代誠くんですね。まあ前回も言いましたけど、今回も一応説明しておきます。ペルソナ3の映画がね、制作決定したのかな、したということでですね、ペルソナ3の映画版の主人公の名前を今回の実況で扱わせてもらっています。しっかり覚えてくださいね、誠くん、よろしくね。じゃあ F 組に行けばいいのかな。お前の名前がないってそんな知らないよ。嫌な担任に当たっちゃった。よくあるパターンや、それは。まあでも担任の先生もね、それ言われたくないよ、やっぱり。お、絵があるぞ。F 組、お、一緒じゃん。担任は鳥見先生かな。確かに年上だけどさ。かなえ先生が良かったな。こいつは後々重要なキャラクターになるんでしょうかね。二人の生徒が話している。お、この子もグラがあるぞ。ちょっとミア、なんでジャージ着てんの。放課後の前に始業式とか授業とかあるんでしょ。教室行って早く着替えてきなよ。お、なんかいそうやな。俺の大学にもこういうね、先輩結構いますよ。せっかくって。分かったよ。そう睨むなって。クラス分けの掲示板ってそこっていうか、いや、ミアは F 組一緒か。じゃあ私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。こいつらも後々ストーリーに関わってくる重要なキャラクターかな。で、彼女、あ、この子はないんだ。はあ、職員室、確かそこへ入った先でしょ。てか私新入生なんで、ここ当たってください。いるいる、こういう子いるよ、いるいるよ、もうほんといるいるよ、ほんとに。職員室、あ、どこが職員室。職員室参ろうか。教師らしき男性、いいか、男子たるもの心の内に熱き物の札ましを持たねばなら。あれか、多分この男性はね、あのももクロが好きなんでしょうね、多分ね。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めており。わお、おお、グラがあるぞ、この人も。わお、サイコリース、武士も泣かずば高用事です。そうだそうだそうだ、そうなんだよ。君は異国生まれのようだが、分かってるね。話は盛り上がってるような。へえ、面白いね。これポスターもしっかり作り込まれてるっていうのがまた面白いな。職員室ここですね。じゃあ一応キャラクターには声かけていこう。あ、かわいい、俺こういう子結構好きやな。あ、あれ図書室、おかしいな。案内図見たのに、ここどこだろう。多分ここは職員室前廊下ですね、書いてますからね、そこに。じゃあ職員室お邪魔しようかな。入る、入らない、入りましょう。おっ、おっと、転入生くんよね。ああ、そうです、転入してきました。転入っていうか今年の4月大学入りました。いやいや、それは俺ですね。2年生で間違いないわよね。そうなんや、2年生なんや。結構転々としてきてんのね。大変ね。ご両親は10年前、あ、あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。ちょっと先生、しっかりしてくださいよ。
私は国務課主任の鳥海です。あ、よろしくね。よろしくお願いします。よろしく。おっと、元気ビンビンね。ありがとうございます。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。あ、担任の先生と。結構お綺麗ですね。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。あ、わかりました。案内するわ、ついてきて。はい、了解です。普通にゲームと会話しちゃってるな。まあ多分こういうスタンスでやっていくかな、この実況は。ね、主人公声ないんでね。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品光の蓄音紙という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと校長先生の長話が続いている。まあよくあるパターンですよね。校長先生はね、2パターンの人がいるんですよ。いいことを長々と喋る校長先生、そしてもう一つが全然いいことを喋らないのに長々と喋る先生。まあ皆さんの学校はどちらですかね。まあもちろんうちの高校は、前者ではなく後者でしたね。はい、始めていこう。あまり失礼なこと言ったらダメやな。あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。あ、そうだよ。見てたぜ、仲良いお酒だったじゃん。でしょ。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つーか、竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。俺が彼氏だよ。違うか、いる、いない、知らない。まあ正直に、いやでもここでいるって答えといたら、この男子、クラスの男子くんは竹葉さんのことを狙わない、イコール誠くんにもチャンスがあるってことですよ。やっぱそっか。だよだよな、いるよな普通。当たり前だよ。てか君はどういう関係なわけ？俺？おや、なんか話し声がしましたね。やべ、鳥海先生のクラスのあたりですか？静かにしてよ、怒られるの私なんだから。すいません。周りで小声がたくさん聞こえる。あ、放課後になるんか、いきなり。よっ、転校生。びっくりした。今のカットインはあれかな、ペルソナで有名なあのペルソナ4で有名なあのカッってシーンかな、やっぱり。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。誰？何かよ。誰やろな、ちょっと俺の頭の中には彼はいないな。お、俺か？そうそう、お前お前。俺は伊織純平、純平でいいぜ。あ、よろしく純平。実は俺も中2の時転校でここ来てさ。へえ、そうなんや。転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。まあね、右も左も分からないですからね。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだ。さすが純平、俺の友達にもいるけどそいつもいいやつや。お、ゆかりっちじゃん。おっす、ゆかりっち。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰かで構わずなれなれしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。そうやぞ、純平は俺を思って喋ってくれてんや。うん、ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。なんか運命感じるね、ゆかりっち。そうだね、ただの偶然だ。運命を感じる。ゲームと俺のシンクロ率はすごいな。どれを選ぶっつったらもうこれでしょ、運命を感じる。運命？何言ってんの？ドン引き。けど驚いたよ。ドン引きされた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって？
詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ、何でもそういう話に結びつけすぎだっての。くそー、俺はもうちょい上の方やと思っててんけどな、ゆかりっち。そもそも噂になるの早すぎ。なんだな、そういうの。ちょっといい？お、いいよ。あのこととか言ってないよね。ああ、どのことや。言ってない、あのこと。どのことや、あのこと。ちょっと、昨日の今日でしょ。え、昨日の夜のこと、本当言わないでよ。おっと、ああ、な、何？昨日の夜って、え？順平、考えすぎや。ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、本当なんでもないの。まったくもう。じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。お、任しとけ。弓道部なんや、ゆかりっち。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。ま、そこがいいんじゃないの、純平。でも、すげえじゃん、転校生。初日から浮いた噂なんてよ。な、照れるじゃないか。あいつ、あれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ、実際。ありがとう。ま、そんなわけだから、これからよろしくな。お、よろしく、純平。順平に誘われ一緒に帰ることにした。初日から友達できるってすごいじゃん。さすが誠、俺の分身。ハートマーク出てるやん。お、やってるね。春の日差しが暖かい。そうですね、そろそろちょっと初夏のね、匂いを漂わせてるような暑さで、今日も25度でめっちゃ暑かったです。カウンターに入寮者名簿が置いてある。お、カウンターにある名簿にアクセスすることでゲームデータをセーブすることができます。じゃあちょっとセーブ。君か、おかえり。あ、おか、あ、ただいまです。びっくりしたよ、俺が喋ってんのに。じゃあセーブしときましょうかね。一応セーブ。わー、おしゃれやな。わー、すごいな、めちゃおしゃれですね。はい、セーブが完了。じゃあやっぱね、入寮したということで先輩におしゃべりでもしようかな。最近は物騒になってきている。夜に外を出歩くのは控えてほしい。それより今日はいろいろあって疲れてるから、ゆっくりと休んでくれ。この人は多分先輩か、同期でこんなね、オーラ出す人はおらないんでね。先輩一個上かな、ゆかりっち。あ、こんばんは、何してるの。別に何もしていない、寮の中を見てる。君は何をしてる。いや、なんか暇だなって。転校したんで疲れてるでしょ、早く休んだ方がいいよ。どんだけ俺を寝かしたいねん、ここの住人は。ちょっといろいろ見て回りたいですけども、まあね、寝ろってことはフラグかな、これは。テレビの動向によっては周辺各国へ波紋が広がりそう。続いて桜の話題。各地から開花の知らせが届いています。今年の桜の開花は例年より遅く、来週明けがピークとなるのなるよ。バー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 。はい、これはニュースアナウンサーなれないね、これは。ダメだな、ほんと。へえ、すごいな、すごい広いですね。なんかマップとかないのかな。こっちは、ここは女子トイレだ。まずいまずい、ちょっと入寮初日でそれはまずいよ。こっちが裏口。結構豪華やな、見た感じ。いや、俺もこんな寮に住みたいな。なんかいいな、憧れるな。男子トイレ
お、入りましょうよ。しっかり手も洗ってと。いいね。なんだっけ、スッキリ、コンディションが絶好調。おお、いいね。コンディションとかあるんや。で、2階廊下。すごい作り込まれてるな。2006年か、これが作り込まれたのは。すごいな。自動販売機、何か飲み物を買えますか。いっぱいあるな。モロナミン G、 下にサイダー、あ、三ツ矢サイダーのあれか、パロディーか。なるほどな。で、これが、え、剛健美茶、爽健美茶か。モロナミン G がモロナミンか。モロナミン買っとこうぜ。やっぱ学生は栄養ドリンクやろ。モロナミン C はでも栄養ドリンクなんかな。ちょっとそこんとこわからんな。アイテムとか見れへんの、これは。まだか。これは一緒か。いや、でも面白いな。四ツ谷サイダーはおもろいな。で、一番奥が誠くんの部屋と。そうですね、今日はもう寝ましょう。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか、このところの新聞記事いろいろ騒がしいみたいじゃないか。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。でなきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か。数日は理事長がいらっしゃるが、その後なら私も。なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。おはようございます。ちょめちょめさきです。話す声が聞こえる。ねえ、聞いた、あの噂。あれでしょ、トイレのなんだっけ、古っ。違くて、1年のなんとかさんって子の話。学校来なくなっちゃってね、家でずっと壁に向かってるんだって。で、お母さんが声をかけたらね、くるーくるーってつぶやくんだって。はーん、信じてないでしょ。予令が鳴った。面白いな。いや、ほんとリアルに作り込まれているな。すごいな、高校にまた通いたくなるわ、こういうの見てたら。まあ、前卒業したばっかりやのにね、そんなことはまあないけど。うん。お、いきなり授業か。はーい、教科書開いて。最初の小説は、え、カツ前菜、聞いたことないな。なんか歴史かな。今年はなんだかマニアックね。カツ祭かな。先生、最近は、うわー、わからないな。村田空歩かな。歌人として有名だけど、随筆も取ってとってもいいのよ。なんで教科書にないのかしらね。今度持ってくるからそっちやろうね。軽いな先生。ねえ、伊織くん、先生の話聞いてた。先生が好きな作家言ってみなさい。順平やばいな。おいおいって、先生誰が好きって。しっかり聞いとけよ。まあ、この名前も出ましたけど、先生が好きなのはこの人ですね。そうそうなの、先生の話ちゃんと聞いてくれてたのね。俺真面目っすから。助かったぜ、誠。お、ささやき声が聞こえる。ゆきしろくんやったっけ。忘れたわ、もう。あかんな。教えてあげたんだって。真面目に聞いてるんだね。少し評判が良くなったかもしれない。お、魅力が高まった。なるほど、こうやってステータスが上がってるんか。なんかね、予備知識は結構私入れてきたんで、そういうステータスがね、何種類あるかとか、そういうのもちゃんとしっかり見てきました。勇気と魅力と
あと何やったっけな、賢さかな、学力やったっけ、まあ3つあるんですよ。それを高めることによってまた新たなコミュニティが作れるみたいな、そういう感じのを書いてましたね。授業が終わったので放課後ってことか、寮に帰ることにした。そのまま帰宅か。へえ、すごいな、すごい作り込まれてるよね。ほんと夕方の商店街は活気にあふれている。あ、帰ってきました。おばあ、ただいま。なるほど、彼か。こんにちは。どなたですか。あ、こんばんは。あ、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているもの。あ、理事長さんですか。幾月、言いにくいだろ。幾月さんです、言えます。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると神かね。あー、まあ、キャリーパミパミよりはマシですよね。ま、かけて。あ、ありがとうございます。よっこいしょ。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。いや、全然全然、もうこちらこそ急いできて申し訳ないです。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい。と、いっぱいありますね。一応全部見ましょうかね。なぜって、君を迎えるためさ。なぜかい。ま、ほんと言うとそれだけじゃないけどね。あ、竹馬くん、そういえば霧城くんは。はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいい。他には何かあるかい。他の住人はこっちへ行きましょうかね。この寮の住人は君を含めて4人だ。4人、この広さで。ちょっと空間の無駄遣いですよ、幾月さん。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。はい。他に聞きたいことは。じゃあこれ、実は来た晩に変なもの。変なもの、何のことだい。え、ちょっとまずいこと言ったかな。 NG ワードか、これは。多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。そうですかね。何か怪しい。さすが。他に質問はあるかい。さすが結城くん、結城誠くん、鋭い。別にない。よろしい。じゃあ、良い学園生活を。はい、ありがとうございます。私はそろそろ失礼するよ。あ、お疲れ様です。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。ありがとうございます、お言葉に甘えて。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼなんちゃって。先生、滑ってますよ。いいよいいよ。なんお疲れ様。どうだい、彼の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。
平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。なるほど。実際あるのにその時間を感じてないことで影時間を知らずにいると。普通の人間は。じゃあ彼は。見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。あ、どうも、実況やってますちょめちょめさぎです。よろしくお願いします。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。あ、エリザベスさん、こんにちは。地球やっておりますちょめちょめさぎです。エリザベスでございます。お見知りおきを。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。精神と時の部屋みたいな感じかな。違うな。人を迎えるなど何年ぶりでしょうな。寮の玄関で署名したカードだ。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。わかった、よくわからない。これは夢？なんか夢っぽいな。さよう。現実のあなたは今は眠りの中にいらっしゃる。はいはいはい、なるほどね。いわばあなたは夢としてここを訪れているに過ぎません。ん？どういうことや。精神と現実の狭間やろここは。わからないな。しかしいずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。